皆さん、こんにちは。えー、れくせんに講師のうんのです。えー、この度は、えー、皆さん、司法書士試験合格をおめでとうございます。えー、司法書士試験に合格されたあ皆さん方に、えー、おすすめしたい講座がございます。それがですね、えー、合格者向け民法再建法、相続法改正講座、えー、私が担当いたします、全3回の講義となっております。 この講義では、えー、合格した皆さん、えー、もちろん、えー、現行民法について十分な実力があるということが裏付けられているわけですがその合格した皆さんのために、えー、今回の再建法改正これは2020年4月1日施行の再建法改正とそれから2019年7月1日に施行済みの、えー、相続法改正について全、えー、3回の回数でですねコンパクトにまとめた内容となっております。 ですので改正点だけをピックアップして三時間かける三回の講義でもって効率よく改正点について学習していただこうというそういう狙いを持った講座になっているんです皆様これから新人研修並びにそして特別研修そしてその先の関西の訴訟代理権認定講座とこれからまあ研修だそして第二回目の認定講座だということでですねもう イベントが目白押しととといいいうことになっていくと思いますその中で当然新人研修や認定講座についてはこれ改正法で実施されていきますからそういった内容をいち早く皆さんインプットをしていただく必要があるんじゃないかなということでこの講座を提案させていたただきました実力は十分にある皆さん方ですからその従来の現行民法についての説明は一切省きまして本当に改正点だけをピンポイントで説明していく内容となっています。 レックのテキストを使うのではなくて、えー、外版の書籍を使って、えー、説明をしていきます。 これから司法書士としてですね、えー、羽ばたいていく皆さんにとって、えー、必要な内容の講義を提供できるように私も頑張っていこうと思っておりますので、ぜひ合格された皆さん方の今後の活躍にお役立ていただけるような、えー、そういう講義を提供していきたいと思います。えー、皆さん方、えー、合格されて今ですね、非常に気持ちが高揚されていらっしゃると思うんですが、その認定講座を見据えて、 再建法改正についてのですね知識を身につけていただくべきいただくべくですね本講座ななどを利用してていただければなと思っておりますそれでは、えー、もう合格されたんだからレックの講師である私のね講義を受けたくないと思うかもしれませんが最後のですねまあ皆さん方への何て言うんでしょうこう 提供として情報の提供として本講座を利用していただければ幸いです。それでは、えー、合格者向け、えー、民法債権法相続法改正講義について簡単ではありますけれどもご紹介をさせていただきました、えー。ご清聴どうもありがとうございました。